ベルリンユダヤ博物館ベルリンユダヤ博物館の空撮ベルリンユダヤ博物館は2001年にドイツの首都ベルリンフリードリヒクロイツベルク区に開館した私立博物館。千年期から今日までのドイツにおけるユダヤ人の歴史や生活の記録を収集、研究、展示している。引き裂かれたような特徴的な建物の設計者は ポーランド生まれのユダヤ系アメリカ人建築家ダニエル・リベス・キンド隣接する旧ベルリン高等裁判所建物も博物館の一部になっているプリンストン大学の教授であるマイケル・ブルーメンソールが開館前の1997年12月以来館長を務めるブルーメンソールはベルリン生まれでナチス政権を逃れて アメリカに渡り、ジミー・カーターンス政権で、アメリカ合衆国財務長官を務めた人物である。ベルリン最初のユダヤ博物館は1933年に、オラニエンブルガー通りで設立されたが1938年に、ナチス政権により閉鎖された。戦後ユダヤ博物館の再開を求める声はあったが、1975年に、 ユダヤ博物館のための教会が結成されるまで具体化しなかった。1978年にベルリンの私立歴史博物館でユダヤ人の歴史展が開催されたのをきっかけにユダヤ人支部門が博物館内部に誕生しベルリンにユダヤ市博物館を新築するための議論も始まった。新しいユダヤ博物館の建物と18世紀に建てられた。 旧歴史博物館の建物1989年、ベルリン市政府は歴史博物館の文館として新ユダヤ博物館を建てるための建築設計協議の開催告知を行った。翌年のコンペで選出されたのはダニエル・リベスキンドの案であった。他の案が展示しやすく見やすいニュートラルな空間を目指したのとは対照的にリベスキンド案はジグザグであちこちに 切れ目の入った傷だらけの建物であった。当時のリベスキンドは、脱構築主義建築を論じたり、立ちそうにない建築案のドローイングを描いたりなどの活動で知られ、建築家でありながら、実際の設計の仕事がなかったが、この入選を機に、世界各地で、設計の声がかかるようになる。1991年7月、ベルリン市議会上院は、 ドイツ再統一後の東西統一にかかる費用や、将来のベルリンオリンピック誘致にかかる費用が巨額になるとしてユダヤ博物館建設案を取りやめる決議を行った。しかしリベスキンドは、世界の報道機関や文化人らに危機を訴え、ベンヤミン・ネタニヤフをはじめとする各国のユダヤ系政治からからの支持も得た。 こうした圧力から1991年10月にベルリン市は上院決議を覆しユダヤ博物館建設を進める決定を行った。博物館の建設は1992年11月に開始され1999年には建物が完成した。建物自体が多くの注目を集め2001年9月9日の 正式会館までに35万人が見学に訪れている。博物館地下。交差するトンネル旧館、コレギエンハウス建物のファサードの細部、不規則な窓同盟の庭、斜めに傾いた柱ホロコーストの塔の底ベルリニューダヤ博物館は、ベルリン中心部のすぐ南、クロイツベルク区にある。コレギエンハウスの隣のかつて、 ベルリンの壁が走っていた場所に立っており、旧東ベルリンと、旧西ベルリンにまたがった形になっている。コレギエンハウスは1735年に、プロイセン王国の高等裁判所として建てられ、第二次世界大戦で廃墟となった後再建されて、ベルリンの歴史を展示するための私立、歴史博物館として使用されていた。 歴史博物館は1995年にベルリン市立博物館財団の成立とともに解散、転出しており、コレギエンハウスはユダヤ博物館が取得して、チケット売り場、セキュリティチェック、ロッカー、レストラン、公演室などとして利用している。また2007年、この建物の中庭にリベスキンド自身の手により、全体をガラスで覆った。 新たなスペースが設けられた。これは、かつてのユダヤ人の祝祭の場をイメージした空間で、樹木のように枝分かれする柱に支えられている。この場所は500人収容可能で、公演や演奏会などにも用いられる。博物館は、敷地内をジグザグに走るように建っており、チタンとアエンの板で覆われている。この建物の平面図は、引き裂かれバラバラになった。 ダビデの星を思わせるようになっている。窓は斜めや縦横に様々な角度で不規則にひっかき章のように建物の壁面に刻まれており、外から各階の床なども見ることができる。出入り口はなく、入館者は隣のコレギエンハウスから入って地下のトンネルをくぐらなければならない。博物館の元に達すると敷地の地下を端から 橋まで斜めに貫く、軸という名の地下通路が交差している分かれ道に出会う。軸はそれぞれ、ドイツにおける、ユダヤ人の生き方を象徴している。ドイツからの亡命を象徴する、亡命の軸、ドイツの歴史の中での継続性を象徴する、持続の軸、さらに、これらを横に貫く、ホロコーストの軸である。亡命の軸の地下通路は、勾配がついており、 進むと徐々に天井が頭上に近づいて圧迫感を増す。その先は建物の外へ出て亡命の庭に至る。ここは地下に向かって掘り込まれた庭であり、床は急角度で傾いている。傾いた床に対して垂直に77イコール49本の高さ6メートルのコンクリート柱が立ち並び、柱の上には土があり、 平和と希望の象徴であるオリーブとグミの木が茂っている。この見通しの効かない傾いた不安定な庭は見知らぬ新天地へと亡命したユダヤ人たちの不安定な心境を表す。柱の数の49はイスラエルの建国年1948年に一を、加えた数で48本の柱の上にはベルリンの土が残る1本の柱の上には エルサレムの土が入っており、両国のつながりを示す。また7は、ユダヤ教の聖なる数でもある。短い、ホロコーストの軸には、ホロコースト犠牲者の遺留品が並び、その先には、ホロコーストの塔がある。高さ24メートルの煙突状の塔の中は、ガラン堂で、サムザムとし、窓も遥か髪型の天井に穿たれた一つしかない、暗い空間である。 この空間は、ホロコーストの犠牲者を悼む場で、観客は、ウツろな塔の底で、遥か上から差し込む光を見て佇むことになる。展示室へ登る階段は、持続の軸を通っていった先にある。観客は、地下から3階まで急な階段を登り、各階に設けられた、展示室を通りドイツ系ユダヤ人の過去から未来に、渡る歴史や生活に関する資料を見ることになる。 博物館の建物の真ん中には何もない空虚な空間であるボイドがいくつも貫通している。これらはホロコーストによりできた空白を記憶するための空間で立ち入ることはできない。地下から3階までの20メートルの天井高の記憶のボイドは立ち入り可能で観客は必ずこれを横切ることになる。ここにはイスラエルの彫刻家メナシェ・カディッシュマンのインスタレーション。 シェールチェットがある。これは一万枚の丸い鉄板が床一面に敷き詰められたもので、厚さ3センチほどの鉄板には目、美、口に見えるような穴が開いている。これらの穴は非常に荒く開けられたもので、一枚として同じ形のものはない。これら人間の顔のような鉄板を踏まずに、ここを通ることはできず、踏むたびに大きな音がボイド内に響き渡る。 ありがとうございます。